戦争は今も続いている。人類の歴史は戦争の歴史だったといっても異議を唱える者はそう多くはあるまい。人類に進歩という表現があるとすれば、進歩が戦争という母体の中から誕生したといっても暴言だと言い切れる人は今はもういまい。人類はその種子の最後の一粒が死に絶えるまで戦い続ける生物なのかもしれない。戦争の中で膨大な量の血と涙と知恵が費やされていく。その中で様々な人々の夢と野望が燃え尽きていく。だがいつの世もその中で世界を良きにしろ悪しきにしろ変えようとする野望を持った人間がいた。その野望が世界をどう変えたか、それを評価するのはその時代の人々に任すしかないのかもしれない。なぜなら世の歴史家の評価など歴史家の生きた時代によって様々に変化していくものだからだ。だが歴史上に名を残し世界を変えたいと野望を燃やし人間の歴史の中に砕け散っていった人々がいた。人はそんな人間たちを英雄と呼ぶ。